ちは気の向くままに。スケジュール確認。師匠、折り入ってご相談したいことが。何よ、もったいぶっちゃって気持ち悪い。せっかく雰囲気出してみたのに。なるほど、推薦状ね。確かに公認錬金術師の私になら書けるわね。でも書けるのと実際に書くのとは別問題。いくらでして。そんな、師匠、推薦状くれないんですか？そんなことは言ってないでしょ。推薦状を書いて欲しければ、師匠である私に、あなた成長を見せる。なんですって、羨ましいですよね。ああ、そこは大丈夫よ。課題を無事に終わらせたら。わかりました。そうかしらね。中和剤を私に持ってきなさい。え、そんなにですか？ええ、そんなによ。それじゃ頑張ってみせなさい。どういうことだ？いきなりすぎて話がつかめんぞ。だよね。ランクアップ試験の課題でね。なるほど、なかなかの難題を出してきたもんだな。ま、今から出す課題をこなしてきたら推薦状を書いてやろうじゃないか。課題は親孝行。本当にそれだけでいいの？こんなに娘思いの父親を捕まえて何を言う。うわぁ、うさんくさい。ああ、ちょっと待て。オネットエット、よし。ちょっと、今笑ったでしょ。絶対何か企んでるでしょ。そんなことはない。ほら、行った行った。すごい嫌な予感がする。用心だけはしておこう。さて、行き先は天国ってこんなところなのかな。ねえ、おばあちゃん。やあ、虫！そわちゃんだ、そわちゃんだ！魔法の草だね。すごい魔法っぽい気がするし。倒す。受けてみろ。口当てろ。これで。
に立ちそう。いいもの作れるといいな。成長したんだなって思う。それじゃあ親孝行ってことで二人にお願いね。お母さん、無限に。ああ、私日記をつけるのが趣味なのよ。でもここにいたら紙の調達ってできないじゃない。字を書けそうなノートもあとわずか。というわけで、いつまでも書ける日記帳が欲しいなって。それ絶対お父さんの入れ知恵でしょ。ずるいずるい、不公平だよ。まあ、二人が親孝行してくれるって話だから欲しいものを言っただけなのに、ひどいわ。嘘くさい。わかったよ、作ってくればいいんでしょ。そういうこと。できれば書きやすくて可愛いのをお願いね。あ、ビビッときた。あ、二人ともまた。ちゃんと作れたみたいだな。お母さんに頼まれたもの教えてないのに。やっぱりギグッ、急にオネットに会いたくなったな。さーて、絵の中に出かけるとするか。お父さんったら本当に。まあ課題だから仕方ないかもしれないけどさ。絵の中に出かけようか。この日記帳、お母さんに渡してあげないとね。失ったものへの後悔と
まあ、わからなくはないかな。なるほどね。ここにはいろんなものが眠ってそう。はしゃぎようだな。そりゃもちろん。だって私の宝物たちからのプレゼントだもの。なんだか字を書くのがもったいなくなってきたわ。額に入れて飾っておこうかしら。せっかく作ったんだから使ってよ。ほら、書きやすいように紙も工夫したし。冗談よ。ありがたく使わせてもらうわね、二人とも。二人の心を込めてあるから大事に使ってね、お母さん。今まで全然できなかったけど、これでちょっとは親孝行できたかな。うっ、ロジ、推薦状。いや、ほら、段取りだとあと二つくらい。課題は私に親孝行することでしょう。もう十分だから、されたから親孝行。ほら、じらしたら二人がかわいそうでしょ。さあさあさあ。わかったよ、君がそこまで言うなら。ほら二人とも、これが俺の推薦状だ。あれが作れた時点で公認試験に推薦するには十分。本当はもっと厳しい課題を出そうと思ったんだが。これ以上やるとオネットに叱られそうだ。というわけで二人とも合格。そうそう、花丸大合格よ。二人の力は私が保証してあげる。またね。
お仕事の依頼してもいいかな。はい、構いませんよ。今度はどんなお仕事なんですか？今面白い道具を作ろうとしてるの。結構難しい調合になっちゃうんだけど。了解です。読書はまだダメだけど、実践ならいくらでもこなしちゃいます。ありがとう。さすが国一番を目指す二人だよ。平気みたい。まあ言われてみれば面倒でした。言われてみればね。それじゃあ最初の課題は合格だわ。え、そうなんですか？簡単な話よ。昔のあなたたちだったらとんでもなく面倒くさがってたでしょ。うん、確かにそんな気がする。雑用も錬金術師の仕事のうち。それを理解して面倒がらずに依頼をこなした。というわけで最初の試験は合格よ。二人とも成長はしてるみたい。なるほど。認めてもらえてよかったです。あ、安心するには早いわよ。じゃあ二つ目の課題、メモニア。魔物を倒してくるだけですよね。それくらい余裕です。あら、そう？それじゃ頑張ってらっしゃい。まっすぐ見据えて戦ってた。本当に強くなったわね。師匠。これで2つ目の課題も終わり。2人とも後で私のアトリエに来なさい。最後の課題を出してあげるから。それじゃバイバイ。ミル師匠、私たちのことを認めてくれたのかな。少しはね。でもまだだよ。最後の課題をこなして。一
一瞬で終わらせてやる。おっ、私の旅はちょっ、よし行くぜ。あ、魔物が出るところなんだよな。それじゃ最後の課題を伝えるわ。最後の課題はあなたたちの全力を尽くして夢の絵筆を作ってくることよ。中途半端は許さないわ。全力も全力。わかりました。最後の課題お受けします。私たちの全力師匠に見せつけてみせますから、覚悟しておいてくださいよ。言ってくれるじゃない。あなたたちの腕前がどれだけ上がったか楽しみ。さて、お出かけ、お出かけ。お、アルトさん、眉間にすごいシワ寄ってますよ。お、ほんとだ。後がついちゃいそうなくらい。考え事をしてる時の癖だ。放っておいてくれ。昔からなんだ。それで今は何を考えてたんですか？ああ、不思議な絵のことだよ。あ、わかった。アルトさんのことだし、不思議な絵を作っちゃおうなんて。トラウマをえぐるのはやめてくれ。以前同じような構想はあったんだ。だけど忘れもしない。実際に絵を描いた日、あの凄惨な事件が起きた。凄惨な、ごくり、それって。笑われた。あ、一緒に研究してたやつに、あなたは絵が下手ですねって笑われたんだ。あいつだって別に絵は上手くないのに。そのせいで心が折れて計画は頓挫。くそ、思い出したら腹が立ってきた。俺の絵のどこが下手だって。落ち着いて、落ち着いてください。アルトさん、一人称まで変わってますから。失礼、取り乱してしまったみたいだね。それで実際のところは何を考えてたんですか？ああ、絵の中で取れる材料の特異性についてだよ。絵の世界の材料は現実世界とは似て非なる性質を持っているものが多い。いずれも錬金術には有用なものばかりでね。なるほどなるほど、そうですよね。絵の中の材料を使うと調合がはかどりますもん。あ、それで調べてみたい材料があってね。周遊の花？見たことも聞いたこともないかも。他の錬金術師が見つけたらしいんだけど、報告例が少なくて困ってるんだ。もしよければ君たちも周遊の花探しを手伝ってくれないかな。いいですよ。あ、珍しい材料ならソフィーさんとフィリスさんにも手伝ってもらいましょう。え、あれ、嫌そうな顔。もしかしてお二人のこと嫌いなんですか？いや、そういうわけじゃないけど、まあ断る理由もないか。そうですよそうですよ。それじゃあ主流の花探しにレッツゴー。お出かけ、お出かけ。ネギトラエピソードはこれ以上映ってくれるなよ。お水は雲だ。お水って意外と重いんだよね。
確かにそうだね。じゃあ君たち二人は向こうを探してみてくれ。僕は双子とあっちを探す。頼んだよ。はーい、行きましょう先生。アルトさん、わざと二人のことを話したでしょう。さあ、何のことかな。嘘くさーい。まあいいか。見つかりませんね。ん？あれって？何度も言っているように、あなたの錬金術は自然の力を浪費します。これがどういう結果を招くかわからないあなたではないでしょう。しつこい。それがどうしてというのだ。未来のことなど考える必要はない。あなたは間違っています。最も大切なのは未来に希望をつなぐこと。もはやあなたを見過ごすわけにはいきません。そうか、私を手にかけるか。ルアード、あなたは。所詮貴様はその程度ということだ。このままここで果てるがいい、プラフタ。今週の週刊プラグも最高だったな。アルトさんも漫画読んでる。
ちと違いすぎる。
ハルト。詳しい話を聞かせてもらえますか？なるほど、アルト君と。ってことはやっぱり。ええ、ほぼ間違いないと見ていいでしょう。ちょっとちょっと、どういうことですか？二人だけで納得しないで教えてくださいよ。あ、ごめんね。二人が見た過去は多分アルト君の過去で間違いないよ。おそらくアルトというのは偽名。彼の本名はルアード。かつて私と共に錬金術の研究をしていた500年前の。でも私も500歳を超えていますが。それは確かに。それでルアードさんって才能にあふれ、勉強熱心、そして誰よりも優しい。私たちが見た過去だとすごい盛大に戦ってた気がするんですけど。ああ、それはただの喧嘩です。喧嘩？いや、結構血みどろでしたよ。それでも喧嘩は喧嘩です。彼は私の親友ですからね。なんとなく釈然としない。そうですか。それなら本人に聞いてみては。そうだね、それが一番手っ取り早いかも。本当にいいのかな。あんまり聞かれたくない感じだった気も。彼はひねくれたところがありますから。ポンシュ、アルト君、二人には心を開いてるみたいだし。そうですね。どうする、リディ行く。やっぱりアルトさん本人からお話を聞きたいから。そっか、じゃあ行ってみることにします。お話ありがとうございました。何ですかソフィー、どうしてニヤニヤしているのですか？別に。なんだというのですか。さて、行き先は。アルトさん、プラフタさんから話を聞いてきました。ごめんなさい、どうしても気になっちゃって。私たちアルトさんのことをもっと知りたいんです。だからお願いです、アルトさんの昔のこと教えてください。プラフタから聞いたならそれが全てだよ。僕はルアード、500年前の錬金術師。アルトという名前は友人から拝借したものさ。錬金術の力に魅せられ、飲まれ、友を裏切り傷つけた。それが僕だ。どうだ？ん？なんだその反応は。予想外すぎて戸惑うんだけど。いえ、クラフトさんから聞いた話と全然違うから。なんだと？あいつは何と言っていたんだ？優しくて頼りになる大事な大事な親友、そう言ってました。そう。あいつはいつの間にか前を向いて歩いてたのか。また先を越されてしまった。俺はどうなんだ。いつまで後ろを向いているんだ。このままずっと過去に縛られて生きていくのか。いや、大事なのは未来。そうだよな、プラフタ。アルト。
リリン、ス、君たちに頼みがあるんだ。僕と一緒にエテルネピカの奥地に行ってほしい。そこでやりたいことがある。君たちには世話になってばかりだが、またお願いできるかな。はい、任せてください。どんなことでもお手伝いします。そうですよ、今さら遠慮なんてしないでくださいって。ありがとう二人とも。ではよろしく頼むよ。過去と向き合うためにね。